はい、ドバイターフということでやっていきたいと思います。秘密結社ガム総帥ハッチでございます。まあ、こちらメイタンの7レース今日の、ドバイの G14 連発のうちの2つ目のレースですね。芝 1800m 賞、去年パンサラッサが同着で優勝したやつ、あれが同着じゃなかったら多分あの歴代賞金ランキングも1位になってたのかな。まあそんな感じでですね、しっかりやっていきたいと思います。今回の軸は2番ダノンベルーガ。まあ鞍上もレイラですしね、まあ、デビューからね連勝した後 G1 では勝ちきれないレースが続きますが、まあ、去年のね、まあ、パンサラッサはともかく、まあ、日本馬でね3着に来た何だったっけあれと比べたらね、まあ、どんぐらい、ね、強いかってことで考えると、まあ、パンサラッサも去年のね、ロードノースもね、まあ、そこまで日本馬の、ね、中に今回挑戦する日本馬の中にね入れて比べたら、まあ、ダノンベルーガセリフォスあたりの方が上だろうということでこの辺を軸でいきたいと思います。まあ、そして1番のアルファリーク前哨戦を勝っての中2周、まあ、こういう馬がね結構あの現地の馬っていうのが滑り込んでくる上に、まあ日本馬と比べてねやっぱり日本の、ね、プールでは日本の馬がよく馬券的に売れます、みんな知ってるからね。まあって考えると逆にこういう馬をね一頭紐に残しておいて、まあ紐割れ狙うっていうのがね正解なんじゃないかなというふうにも思っています。で7番ロードノース、まあドバイターフを一応連覇してるのかな。まあ去年のがねあの本当に厳密にこうやっていくとパンサラッサが残してたのかどうなのかって分かんないですけどね、まあ、一応あの連覇ということで考えるとここへの適性っていうのは明らかですし、前哨戦も勝ってますしね、入れておきたいと思います。まあ、そしてネーションズプライド、まあ、一応アメリカの G1 馬で、まあ、一応前哨戦勝っての本番へということを考えると、まあ、これもねあの滞在競馬の妙というやつがあるかもしれないですね。まあ、そして2番のセリフォス、まあ、マイルチャンピオンシップを、ね、勝った上ダミアン・レーンが継続騎乗、まあ、川田優雅からモレイラは鞍上強化に当たるのかみたいなところも含めてですね、まあ、継続して乗ってくれるってことはプラスに働くんじゃないかとかそういうところを踏まえた上でセリフォスかダノンベルーガか強い4歳世代、まあ、海外遠征の、ね、適性も含めてどっちなんだいというような感じで人気はね二分しておりますね。まあ、今回のドバイターフに関してはね、今日こう今ね人気サイドというかそこそここう日本以外からの出走馬で頼りになりそうなのがロードノースぐらいかなみたいなところがある中で、まあ、あの去年のねあの物差し去年の結果を物差しにしても追い越せそうな馬がいるんで、まあ、日本馬から行ってもいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなわけでね今回もこういった形でやっていきますんでね、まあ、チャンネル登録コメント等ぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。